Secondo le statistiche di YouTube, solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale. Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora. Grazie! あ、今ちょうど起きて、それを報告するために。危ない、大丈夫です。ああ、大丈夫です。すいません。すいません。車にぶつかってしまいまして。そうだね。そういう時代もありましたって話だね。びっくりした、マジで。ああ、一やば、笑旦。うわけにもいかんしさ。私たちは笑ってましたよ。牽制されたな、あれマジで。でも、ギャグ、最初からこれギャグなのかシリアスなのかどっちなんだろう。いや、やっぱギャグっぽくあったのかな。始まった瞬間からこれはギャグだと判断してましたけど。まあでもその話を知った上で、島谷の話とかもしてくれたから。確かに。しかも、ちゃんとこの、ふつふつと内側でこう、ずっとあいつって思わずに、ここでちゃんと言ってくださったことがありがたいですね、一旦。うん、そこそうにだあんなね。ことがありましたよって。いや、ちょっと一旦宿屋さんには感謝だな。まあ確かうん、俺らだって客船とかもね、受注譲ってもらったしね。に。いや、あの恩はでかいですね。やっぱ初うん、めて確のかやっぱに。受注だったんで。なんかお詫びのプレゼントをしてもいいぐらいですね、正直。そこがやっぱ島取りとかのあれになるんじゃないかな。それこそ。あ、ちょっと夜になるとライトがつくっていう。水色になるんですか、これ。水色です。それは自分で選べるんですか、水色って。お、ライトの色ですか？はい。いや、なんか勝手になってましたね。手になっ。そこの表とかも見てみます？なんで、なんで、なんで今殴った？なんで、なんで、なんで。勝手に水色になります。じゃあ、いい味とですね。すごいいい味とです。あ、でもかなり高くはあったんで。あ、高かったんですね。手がちなみに5億円。ここにガレージがあったりとか。9055の時の話なんですが、はい。実はですね、一度あっちの方で犯罪をしていたことがありまして、はい、その時に、これそうですかね。直接で自分は白の市民の方に詰められたことがあるんですよ。はい。それが。こちれなみが、にお名前は？白井太郎です。それで。あの時は、まあ確かに自分はボスとは名乗ってはいませんが、はい。忘れもしませんよ、白井そう太で郎さん。す、そうですよね。まあ、今後、校庭近くの学校でなんかマックさんが叫んでるような声聞こえます。叫んでるのは大体いつもです。あ、なるほど。俺の真似をしてる？あれ、リセットヘリス。ケイン。リセットヘリですか？あ、リセットヘリス、ただの。リセットお願いします。リセット、何を言ってる？リセットお願いいるしんまだす。と思ったら、なんでいるんだ、まだ。リセットリした方がいいセッですよ。リセットした方がいいですよ。とりあえずトは。方が一旦リセット最優先でやっちゃってもいいかも。いや、違いますよ。これ観光なので、多分。あのね、青色リグも犯人と通したから、リセッやトだけかめけろて。リセットは後でかけれるのよ。誰かリセットだけかけちゃって、青色リグも犯人と通したから大丈夫。あと、インパウンドもお願い。俺、そんな喋り方しねえよ。やりますよ。ボートがありますよ。うん。ボートのインパウンドだけお願い。もう犯人も逃走しちゃってるから。うん。そうですよ。いもうや、逃走しちゃってるんで。リセットしない。もうしないのんと。きに。ディープのさ、はい。ホロン君おるやん。はい。あの子が、メメモリができて、まあ、たくさん作って、はい。はい。我々で、かなり秘匿性を高めて、機密管理して持ってた時に、あの子なんか一人で街に出てメメモリ使いまくってなんか心霊現象を起こして遊びまくってたらしくて、
それで、それ一つ確認しますけど、ディープのところでなんかすごい、うん、早口でしたよね。で、多分我々すごい責められてるみたいな感じではありますよね、一応。特にヤロヤをすごくそうだね、連れてる。白木の。久しぶり。あれお、え、おも、ま、顔かわい、え？キノコ渡した相手と違う？あ、え？え？え、お前、お前。動揺しているえ肌色がある肌色があるなんか噂に聞いたけどそういう装備なんでしょう。そういう装甲ですね。うん、装甲をまとってんの逆に俺の思ってるやつだったら俺お前のこと好きって怖いってこれニコッツ。おい、お邪魔しました。あれ、なんかすっごい家具がある気配がするぞ。ありますよ。この視界が開けた時、その目の前に広がるのは、え、何これ。ゲーセンです。すげえで、こっちで話しましょう。おい、了解。了解はもう終わってるって。了解だぞ。何が終わってんの？オイルリグ。あ、終わってんの？あ、じゃあ戻るわ。リグ終わって、55分からアーティーやるや2人でやって、って言うとったわ。今日やるやさん、ケンヨウさんと GT さんしか見てないな。じゃあその2人だね。えぐ。何人いますかって言って、あ、3人います言ったら、うちより多いですねって言ってて。確かに。タバコ。何？え、どれ？桜サイリウム。こう、それ。え、何これ？これ。これうちの。そうなんよ。あれじゃないですか。ヤロヤのイメージの。え、ヤロヤサイリウム？そう。何それ？ね。メッセージカードも一緒にもらったんやけど。メッセージカード。メッセージカード。そうなんよ。急にそんなものをできる。なんか急にさ、渡されて、俺もどうかしてるんだけど、見てみる？みんな。ちょっと俺読もうか先。ごめん、棒読みやの。違う、棒読み。は？棒読みじゃねえし、あ、棒読みじゃない、そんなんちゃうし、あ、そうなんだ、全然違うし。え、知ってたこれ？いや、知らなかったです。え、お前やるなでしょ。預かり物。預かり物？切りますね、うん、誰からですか？それは言えないな。それは言えない？な、何の？これ見たらもう彼はわかるって言った。ちょっと待ってくださいね。彼が送ってきたかどうか。ビゲロ出して出して。え、かっこよ。なにこれ。いや、絶対ケインくんやん。なんでわかんの？え、だってビゲローにこだわりがあって、しかもケインくんっぽい人が店に来たんですよ。絶対ケインくんですよこれ。誰だろうね。え、あ、正解教えてくれないパターンなんだ。こう出入りしてるのを見られたら、うん、で、俺出入りしてる
の見てるしか言ってないけど。あ、出入りしてる。もでもオールインさん。おお、そうなのですね。すみません。そうですね。そっか、犯罪だったんだ。どこから情報が漏れたかとかは関係ないから。うん、おお、それは全然です。うん。おお。今のところギャングやめるか、うん、ホットドッグやめるかの二択なんですよ。うわー、それ苦渋だね、それ。単調だね、それは。そうですよね。ね。まあ、天秤に乗せた際それになったんですよ。やばい、改造してる。うん、改造しよう。いや、これホットドッグチップ抜いてる。あー、好きなように生きろ。優しい。じゃあリサ戦に12時間ですか。うん、じゃあそれ入れとくね、チップ。この前4時間ぐらいいましたよ。ありがとね、いつも。あれマジで足と見に来ただけだな。なんかそんな気はしますね。あれ。あ、本当に足と見に来た感じで、いつもしか、ね、しかありません。あれなんか水色が脂肪っぽくなかった。多分。なんか水色もなんかピンク不服そうだった。いや、そうだよね。なんか苦渋の決断みたいな。いや、そう。何色があったんですかね、その時。黄色とで黄色が紺色でしょ。うん、で紫がアイリスでしょ、はいはい、でやられて立ったのいつぐらいなん。知らないです。メアギとかシガピ聞いたことない。いつだったんだ。いや、なんかそういういつの間にか立ってたから知らないよね。でも新しい方ではあるよね、多分。7人って考えると新しいんじゃないですか。マダラより前かな、多分。マダラより前、あ、そう。やヤロヤが後か。なんか一緒くらいだよね。What is that? I'm not sure what you're saying right now. I mean, are you firing me? I mean, what this is? Firing you? Yeah, what, I mean... Why would I be firing you? I'm just simply thanking you for your time as Assistant Chief of Police. I will be appointing a new Assistant Chief of Police. So...Give me some time, you know, to make adjustments. But I think as of right now, it makes sense to place you as a senior officer until, you know, I can take a look at command and the people in those roles. So you're demoting me to a senior officer? Yes. For now. すいません、今豪邸で乙女さんがマシンガン発砲して男子でやってるんで警察来ます。やってます、やってます。ケイン先輩歌うことあるんですね。歌ですか。サブローさんに教えてもらいましたよ。ああ、そうなんすか。はい。すごい。学習が早いですね。聞いて覚えちゃったんすか。そうですね。確かに。辛かった。ヤロヤは今回何人なの。何人だと思います。3人。ハズレです。2人。ハズレです。一人ハズレです。いや、二人目来たよ。え、四人もいるの。四人もいます、本日は。めっちゃ起きてるやん。なんだっけ、足の裏膝尾さんだっけ。四人も起きてたらめっちゃ起きてる方じゃない。そうですね。やる気あるね。今日元気ですね、皆さん。ベニガタさんにはバレてるから。やっぱり。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、アザウルス。アザウルス。喜んでる。喜んでる。いつもこうだ。一番美味しいわ。